これでバランスを取るという非常に難しい技に挑戦でおじゃる。難しいよ、風があるよ、よいしょ、はい、よいしょ、おっ、もう一った、よいしょ、はい、ほい、こちら、はい、この傘をおでこの上でバランスを取るという非常に難しい技に挑戦。小さい傘は大きい傘よりバランスを取るのが難しいらしい。家族行きましたら大きな拍手お願いで、おじゃる、頑張れ、サンゴ、おっ、うまくいっている、オッケー、オッケー、大成功、成功。それでは皆さん、和傘といえば忘れてはならないのが傘の上でいろんなものをこうくるくる回すね、傘回しの曲芸、おじゃるずも挑戦するんでおじゃるけども、普通のマリとかではないでおじゃるよ。なんでおじゃるか、こんなものを回すのおじゃる、なんと三角形といえばこちら、じゃじゃーん、おにぎり、おにぎり、ね、三角形のおにぎりをこれから傘の上で回すよ、おじゃる。三角形、三角形を回すのはおじゃるずだけ。行ってみよう、難しい、あっ、はい、大成功、お姉さん、どうもありがとう、はい、もうよけてもいいですからね、はい、学習してくださいね、ね、我々も学びます、我々も学習、失礼なことをそれでは今度はもう一つ傘回しスペシャルゲストに来てもらっているのであるスペシャルゲスト、こちらスペシャルゲストはこちら、なんとアンパンマンを傘の上で回すで、おじゃる、よし、アンパン、どうやって回るの、え、いや、あ、ないよ、あ、助けて、助けて、ヘルプミー、ヘルプミー、ちょっと待って、これ、これ、これどうしよう、これだ、これだ、よいしょ、はい、出来上がりました、さすがジャムおじさん、はい、アンパンマンが傘の上で回ります。行ってみよう。はい、頑張って。よいしょ。はい。そんなわけで我々は世界のロングヘッド、おじゃるずで、おじゃる。続きましてはこちら、マジック。マジック。じゃじゃーん。皆さん見えるでおじゃるか。朝上げ。ね。朝上げ。朝の音も朝げ、よく見ててよ、ほっ、じゃじゃーん、おーげー、あったー、朝げー、笑ってるのは一人だけアタック、今度アタックで打ち、アタック、アタック、そうアタック、アタック、お待たせしました、ピーこういうのはいいかなじゃあもうちょっとダメ、マジックっぽいのやるか、マジックっぽい、マジックっぽいのね、持ってきてるよ、はい、これね、赤いスカーフ、マジックっぽいでしょ、ちょっと持ってて、え、それがどうなっちゃうの、うん、え、これはもう表も何もないよ、耳の中に入っちゃうわけ、右の耳に入って、はい、どこ行っちゃったの、あ、で、左の耳から出ました、ちょっと拍手来たよ、これで、ね、3号がちゃんとやります、ね、3号のこちらの耳が入りました、ここは耳です、耳が入りました、はい、耳に入りました、こちらの耳からこちらの耳へ、あ、あ、あ、お、あ、お、おー、はい、何の拍手かね、これはね、まだあるよ、まだあるよ、こ、ま、んなもんじゃない、今度これ、見て、卵をね、卵をなんと3号の耳に入れるよ、よっ、トントン、はい、トントン、こちらの耳から、こちらの耳へ、はぁ、はい、もしかして、お、あ、なんだ、なに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 、ハートはい、生まれました、コングラチュレーションおめでとうくだらないでしょ、わかりました、ちゃんとやりましょう、ちゃんとしたのもやるよ、今度は赤いスカーフね、大きな赤いスカーフが出てきた、1枚2枚、そしてもう1枚あった3枚、
こちらの赤いスカーフ3枚、ラー、そして拍手すいませんね、どうもありがとう。じゃあもうちょっとね、ちゃんとしたのもできるというところをちょっとお見せしようかな。ちゃんとしたマジ。さあ、今日持ってきたのは駅とかによく置いてあるパンフレット、ハワイのパンフレットを使ったマジック。我々、ね、おじゃるずもハワイとかに行きたいけれども、え、ね、なんだったっけね、飛行機乗れないでおじゃると。だから頼むのはいらないな、いらないな、やめてしまえ、ちっちゃくしてしまえ、ゴミにしてしまえ、ちっちゃくしちゃえ、丸めちゃえ、丸めちゃえ、元通り。そして惜しみない大きな拍手。そんなわけで我々が世界のロングヘッド、おじゃるずで、おじゃる、おじゃる。はい、時の経つのはとても早いでおじゃる。なんとさっき始まったと思ったんでおじゃるけども、次が我々おじゃるず最後の演目になってしまったでおじゃる。最後までね、ゆっくり皆さん見ていってくれるととても嬉しいんどじゃるけども、その最後の演目が終わったらね、終わったらね、こちらに小さなカバンが出てくるどじゃる。感動いい方ならお分かりかと思うどじゃる。その小さな箱のカバンの中を皆さんの温かい心で埋めていってくれるとね、とても嬉しいんどじゃるけどもね、シーンとしてるどじゃるけどもね大丈夫、面白かったらでもちろん大丈夫だね。そうでおじゃるね、はい、それではやっておかね。そうでおじゃるね。それでは最後の演目でおじゃる、最後はこちら、決勝上のバージョンでお届けします。Thank you.